今朝はです、ねえー、いよいよその「磁界の強さ」ですね、えー、についてまあ問題を出しました。えー、問題はねあの右の方に書いてあるループあのルプ環状のね、えー、わっぱがあるわけですが鉄のわっぱがあるわけですコアがあるわけですね。それにまあコイルを巻いてあるとそれに電流を流した時ですね えーまあ、磁界の強さとかね、えー、中心のですね磁界の強さはどのようになるかとこういうことなんですね。えー、ジロの長さがですねだからあのぐるっと回っているのが 50cm チをですねで、えー、1,000回巻いてるとでこのコイルにですね、えー、0.2アンペア流した時ですね、えー、コイルの中の磁界の強さですね H ですね えー、この単位がですね、m 分の a です。m はメーターですわね。a はアンペアですわ。となるともう大体いい想像つきますわな。えー、a は ni ですわな。それから m はその、0の長さになりますんでね。で、えー、今下にありますですね。えー、h イコール L 分の ni と、えー、いうことになります。従ってですね、磁界の強さとはですね、 単位長さ 1m あたりですねこれの記事力を言いますよということになりますそれでは公式にね、えー、当てはめてですね H イコールですね、えー、長さが0.5これが分母ですね分子は 1000×0.2 ン4 0 0 a メーターとこういうことになります まあこういうね、簡単な、あのー、公式をですね、しっかり覚えておけば、あまあ,あ、ちょっとね、ややこしい問題もですね、えー、解けるんじゃないかなと思います。はい、それではですね、あこれまでにね、えー、出てきました公式をね、ちょっと、えー、まとめてみました。まず、記事力 NI ですね、単位はアンペアですね。から、磁気抵抗おー R のですね、パーメあパー、 ヘンリーですなこれはパイ分の ni ともう一つですね当時当時率の μ それから断面積の a それから長さの l ですね、えー、これがありましたそれから時速、えー、ですね、えー、これはファイはウェーバーはですね、えー、r 分の ni やということですねでこの r の磁気抵抗のところにですね えー、μA 分の L を入れますとね、これがあー L 分の μANI とこういうことになります。磁気抵抗ー B のテスラですね、これは時速、えー、をです、ね、断面積で割ったもんやということになりますんで、時速のところへですね、えー、L 分の μANI を入れますとね、えー、L 分の μNI とこういうことになります。 それから磁界の強さですね先ほど言いましたけど、えー、これはですね L 分の n ワイヤーということですそれで、えー、この時速密度の B、えー、とですね、えー、磁界の強さの H ですねこれを合体させますとね、えー、B イコール μH とこういうふうな、ねえー、式が誘導されますまあ、あの… ここに出てるですね、1、2、3、4、5、6ですね、6つほどの公式ですけど、これはあそう難しい内容じゃありませんのでね、日本語の言葉の定義とリンクしてね、覚えやすい内容だと思いますんで、しっかり覚えといてください。